こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、パリのアメリカ人のですね、劇団四季版を見てきたので、映画版との比較をちょっとしてみました。やっていきたいと思います。内容的にはですね、映画パリのアメリカ人というのはどういうものなのか、映画と劇場版のそれぞれの違いと、それぞれで使われていた曲を、まあ、ずらっと見てみて、ジャズでよくやる曲のまとめという概念やっていきたいと思いますね。映画パリのアメリカ人とは1951年公開されたヴィンセント・ミネリ監督、イソシギとかの監督ですね、の、映画でございます。主演はジン・ケリーという、まあ、アメリ歌えばとかでも、まあ、有名なダンサーであって、タップダンスも上手くて、まあ、歌も上手くて、まあ、その時の人気俳優ですね。で彼がレスリー・キャロンという人を、フランスから見つけ出してきて、レスリー・キャロンはこれが、初舞台になるわけなんですが、まあ、初々しい感じの演技になってますね。で、オスカー・レバントというピアニストがいまして、この人はもうガーシュインとすごく仲が良くて、なので、ガーシュインが、まあ、彼をもう抜擢して、まあ、彼を見せるために、要はこの3人をこう、フィーチャリングした映画って感じになってますね。で、映画と劇場は何が違うか、ガーシュインの曲を使っているということは間違いないんですが、使用曲が全然違います。映画は三角関係なんですが、劇場版ではピアニストも、リズのことを好きになってしまって、四角関係になってます。まあ、ここら辺が内容がちょっとだいぶ違う感じがしますね。映画では見どころはですね、ジーン・ケリーのダンスがやっぱすごい、タップダンスとかすごいし、相方リズムとかも有名だし、三人でスワンダフル歌ったりするとこも面白いですね。で、最後17分のダンスシーン、これがもう17分ずーっとこう続いていくんですが、これノーカットで撮ったみたいなんです。ものすごいリハーサルしたみたいなんですが、まあ、ここは、バレエとか好きな人だと結構楽しめるかなと。あと、オスカー・レバントの演奏シーンがですね、彼がまあ、交響曲弾いたりしてる、こう妄想して弾いてるシーンとかが出てくるんですが、これがまあ、非常に良かったかなと思います。劇場版は見どころですね。プロジェクションマッピングはすごいんですよ。大道具がブワーって動いていくんです。大道具にこう映像がどんどん映っていく感じがですね、本当に絵画を見てるみたいな感じで本当に感動しましたね。で、ストーリーが映画よりも流れがいい感じがすごくしましたね。ちょっとこう深掘りしたところとかもうまくつなげてあって、非常にこの映画よりもこっちの方が見やすかったイメージがあります。で、使われている曲がですね、これがですね、映画のサウンドトラックをずらーっと並べてみたんですけど、これね、青の部分、まあ、この色をつけたのがジャズミュージシャンがよく演奏する曲なんですね。で、この辺に出てくるのですね、ピアノ協奏曲長調っていうのは、これはですね、ガーシュインがオスカー・レバントのコンサートのために確か書いた曲で大成功してるやつなんですね。だからこれを入れたかったんだと思うんですけど、これをこう使ってます。で、まあ、スワンダフルとか、ストライクアップザワンとか、この辺演奏するやつを色つけてみました。で、こっちが劇場版のやつですね。下線を弾いてみましたが、シャルイダンスとかもね、曲はよく聞くんですけど、演奏ではあんまりしないですね。で、まあ、この足がうずうずってやつは、これは映画版では使われてなくてですね、これ他のミュージカルから引っ張ってきてるやつなんですけど、非常に良かったですね。Who Cares とか、バトントホーミーとかですね。まあ、この辺が、パンフレットに載ってた、使われている楽曲なんですが、全部ガーシュインの曲ではあるんですけど、まあ、ちょっと使われている曲が違いますよね。で、これをまとめてみました。どっちにも使えてないのは、相方リズムとスワンダフルとバトンとホーミーでした。で、これは、すごい良くて、どれも。で、ザ・マン・ラブをやっぱり劇団の式の方が使っててですね、これすごい良かったんですよ。で、感想なんかでもこれのメロディが何回も出てきてですね、と、フーケアーズ。うん、これも、よく演奏するんですけど、これも、劇場版の内容的にすごくいい配信で使われてましたね。で、They Can't Take That Away From Me って、この曲もよくやるんですが、これもうまく、やっぱり、劇場の中でうまく使われてました。で、やっぱ劇団四季は全部日本語なんで、やっぱ面白いですよね。で、映画版ではですね、Embrace of Blue とか、Fascinating Rhythm とか、Love is Here to Stay とか、I've Got That Crush on You とか、スプライクアップサラウンドとか、この辺もなんか使われてて、こっち劇場版見てもっぺん見直したんですけど、あ、この辺使われてるなって感じですね。やっぱり見てて思うんですけど、やっぱりこう曲知ってるとやっぱ楽しめるので、で、こうこれを機になんかこうジャズの曲増やすみたいな、
だから劇場版見に行くから、劇場版見に行く方はこの6曲をですね、結構しこたま聞いてから行くとですね、あっちこっち使われてるっていうのがね、入ってくると思うんですね。映画版見る人はですね、この3曲とこの下の5曲を、いろいろ聞いてから映画を見ると、もっと楽しめると思います。やっぱりね、知ってる曲を増やすっていうのはそれは大事なので、こういう形で今日はまとめてみました。本日は、以上です。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。